奈良先端大の金谷です。3年間にわたって、メタボロームデータベースっていうものを、構築してきました。それで、メンバーはですね、私とあと西岡先生、それから桜井先生、有田先生のこの4人の体制で、プロジェクトを進めてきました。それで、今日の要旨にも書いてありますが、メタボロームっていうメタボロームっていうものについてデータベースを作るっていう動きをしたのは日本が、まあ、ほぼ初めてで、それでこの時に質量分析装置というものを用います。で、その質量分析装置から出てくるスペクトルをデータベース化してあげると、これを世界中で共有しておけばですね、各研究者がその商品を持ってなくてもある程度代謝物を予測することができる。そうすると、そう出てきたデータに対しての解釈が非常に楽になる。だけどなかなかこのデータがたまらないっていう現状があります。それで我々のプロジェクトではこの3年間では代謝物のマススペクルデータを集約するっていうことについて一つテーマを行いました。それからメタボロームで代謝物までつながるとですね、今度生理活性の情報っていうものがこれで出てきます。でこれについても文献を集めまして、これをひたすら読んでデータベース化する。それと他の今度メタボロームから逆にゲノムの方の情報にまでリンクをするということを計画いたしました。で大きな柱が3つありまして、1つは質量スペクトルデータベースを作成する。でここの時に1つはその表品ですね、もともと合成物質から作ったデータベース、でこれは前のプロジェクトで作って今回も拡張をしているという状況です。それからいろいろ生物サンプルについての、質量分析データですね、これを集めておくとですね、今度他の生物で質量分析を行った時にこの生物でも同じピークがあるから多分同じ代謝経路があるんじゃないかという予測に使えるだろうっていうんで、これをデータベース化するっていうことを行いました。それから、代謝物の情報までいけばですね、他の生物でどういう生物でこういう代謝物があるかっていうのが分かると非常に便利です。それから、生物間の関係を見る上で生理活性のデータっていうのを論文から集めておくと、これも便利でいいだろうっていうんで、こういうデータを集めるっていう 2番目のプロジェクトを進めました。でこれらを全部統合して、他のゲノム情報とリンクさせるっていうことを、進めてきました。それで今日はですね、毎回僕ばっかり発表していて、メンバーの方の顔が見えないっていうのも良くないっていうことで、高木先生に怒られつつも今日各メンバーに発表していただくという形で進めていきたいと思います。で初めにこの化合物データベースのところとメタボロームデータベースのところについては西岡先生に発表していただきます。よろしくお願いします。化合物データベースの西岡です。マスバンクはですね、パブリックリポジトリで分散型データベースという新しい方式を使ってますので、徐々にですね増えてきました。で現在ですね、27グループというふうに書いてますが、10月1日からですね、実はこのスライドを出してからですね、この南米のですね、ブラジルの新しくですね、植物天然物のですね、研究所からサーバーを一つ置いてですね、600スペクトルを、まあ、提供公開されました。だからまあ、なんとかですね、4万件のスペクトルが、まあ、現在公開されているということになります。でなかなかですね、そのマススペクトル のピークデータだけなしにですね、このマスバンクですね、メタデータ特に化学構造情報をですね、きちっと手で全部記入してもらってますので、そんな簡単にはですね、データを作ることはできないんですが、まあ、4万件作られ、まあ、公開されているということは非常に大きなことではないかというふうに思います。それからアクセスがですね、ユニークアクセスですね、ユニークなビジターとして1日にですね、1100件で、ほとんどがですね、毎日毎日同じ人たちがアクセスしてきますので、これはですね、ヘビーユーザーといいますか、非常に長い時間ですね、しかもアクセスすると、まあ、そういったユーザーが増えてきているということが、まあ、最近の出来事です。それからもう一つはですね、ここのメタボローム解析というのは、この部分が非常にハイスループットなんですが、その得られたスペクトルをですね、マスバンクとかにサーチしてですね、これは何かという同定をするプロセスというのはですね、ロースループットですね、これまでですね、手作業で行ってきました。でマスバンクではですね、バッチスペクトルサーチとか API 化というのをですね、去年まで終わってまして、それを使ってくれる方をですね、待っていたんですが、
3年前からですね、エーザイさんと島津さんがですね、一緒にマスプラスプラスというツールを開発しておられてですね、それがですね、これに対応してですね、現在、まあ、一挙にですね、数百スペクトルの同定を行うことができるようになっています。それからもう一つですね、出力分設計の問題があってですね、10年ごとに非常に精度が上がってきています。で、20年前はですね、4桁ぐらいの精度だったんですが、10年前にですね、この5桁ぐらいまで有効数字のデータが出るようになりました。それから現在はですね、6桁の有効数字でセクトルが行われています。そうしますとですね、大体この辺までですね、蓄積したマスバンクのデータというのはこれから役に立たないじゃないかという恐れが出てきました。そこでですね、私たちはこういったスペクトルデータをですね、分子式に置き換えるということを行ってきました。で、その一つがですね、こういうふうにピークのエンバーゼッタというです、ね、数値で表されていたデータをです、ね、分子式に置き換えましたという作業を、カナヤプロジェクトの中でですね、カルサ DNA 菌の桜井さんと一緒にこの4ヶ月一緒に行ってきました。で、これまであったですね、約その30ppm 程度のですね、スペクトルデータ約1万6000件についてですね、そういった分子式に置き換えるということを行いました。で、最終的に現在ですね、約1万のですね、ユニークな分子式、ピークの分子式とですね、まあ、分子式の差というのを作りました。で、これを私たちはケミカルにアキュレットなデータというふうに呼んでいます。で、これからですね、マスバンクのデータというのはこのようにですね、分子式で表したものも公開していこうというふうに思っています。そうしますとですね、高精度な出力分設計でもあってもですね、そういうアイデンティフィケーションに使えると。それからもう一つですね、何と言いましても分子式に表しますとですね、化学構造情報というのは当然、まあ、与えられているわけですから、分子式というのはそういった情報があるので、もっとですね、それを検索に使うと精度の高い検索ができるんじゃないかなということが期待されます。で、それを検証しました。で、検証に用いたのは何でもいいんですが、まあ、こういったものでですね、これをクエリとして分子式に置き換えたマスバンクデータを検索する、それから従来のマスバンク数値のですね、マスバンクデータを検索してですね、どの程度ですね、こういった骨格部分がですね、正確に、まあ、検索できるかという、そういうですね、ことを検証するためにこういったツールを作りました。で、クエリとしてはですね、従来の、まあ、数値で表現したものをですね、クエリとしていますと、このツールがですね、そのピークの値に対して分子式をいろんな分子式を当てはめてですね、それにヒットするケミカルアキュレートなですね、マスペクトルデータを検索してくると。で、上から順番にですね、ヒットしたものの数に置いて並べるような、そういうツールを開発しました。で、これで調べますとですね、上から、まあ、一番よくヒットしたものがこう並べてあるんですが、全てですね、こういった同じですね、骨格を持ったものがちゃんと上に出てくるようになっています。で、それに対してですね、従来のですね、こういった数値型のですね、スペクトル検索をしますと、一見ですね、よくヒットしているようなんですが、その2番目まではですね、同じ骨格を持っているんですが、あとはですね、骨格の違うものというのが入ってきます。このようにですね、その化合物の同定においてもですね、非常に、まあ、検索のですね、精度が上がったということが言えると。だから、こういったことを利用すればですね、さらにですね、このケミカルアキュレートデータというのは化合物推定であるとか、そういったことに利用できるんじゃないかなというふうに考えています。それからですね、学会なんかとの関係ですが、このマスバンクはですね、日本出力分析学会の公式データベースに4年前に、まあ、採択されました。それから去年ですね、スペクトルデータ部会というのが作られました。で、このカナヤプロジェクトですね、そのスペクトルデータ部会でですね、今年一つはですね、そのマスペクトルを与えてですね、これはどういう化合物であるか、あるいはですね、そのどういったですね、化学構造を持っているかという、そういうコンテスト、霞コンテスト、国際コンテストを行います。今行っているところです。
で去年第1回 ドイツのグループが行って、今年がですね私たちが行っていてですね、12月の中頃にですね締め切りになっています。でそれはどういうことを目指しているかというとですね、自動構造推定ツールというものをですね、そういう研究をですね、私たちとしてはサポートしていきたいという考えに基づいています。それから当然ですね、学会誌が出てるわけで、その学会誌に掲載されたですね、マスペクトルをマスマークにどんどん乗っけていってもらうと、まあ、そういった狙いもあります。それから、先ほど金谷先生のあれがあったんですが、代謝物のですね情報データベースというものをですねしていまして、これまでですね、そのマスバンクとか他のマスペクトルデータベースにない化合物というのはですね、検索してもアンノーンとして、まあ、論文にも載ってなかったわけです。アンノーンと言いますとですね、全く知られているわけでは、知られない化合物、新規な化合物という意味じゃなくて、文献には載ってるけれどもマスペクトルのデータベースにないと、まあ、そういった化合物がほとんどなんですが、そういったものをですね、マスペクトルの類性というものを利用してですね、整理できないかという、そういう使い方を目的としてバイオマスバンクというのを3年前からスタートさせました。で例えばこの同じようなスペクトルを与えるものがですね、トマトと玉ねぎにあればですね、同じアンノーンだけど、まあ、同じ代謝物を持つんじゃないかと、あるいはこういったものはですね、こういったいろんな植物に共通であるとか、まあ、そういったことがですね、分かるんじゃないかという、そういう発想でですね、バイオマスバンクを行いました。で、実際にはですね、2年前から、乾燥 DNA 研究からデータを入れていただきましてですね、特に乾燥 DNA 研究はですね、6万件のデータをですね、入れていただきましてですね、まあ、非常に充実したと思います。それから、こういうふうにですね、理研植物科学センターはですね、1ppm という非常にですね、高精度なデータを入れていただきましてですね、これだとですね、何ができるかというとですね、異様を持った代謝物を全部リストアップすると、まあ、そういったことが高精度なマスペクトルが可能になっていてですね、その場合玉ねぎのですね、場合食用部の場合ですね、72のですね、異様を含んだ代謝物があるということはこれでは分かります。でそれらのうちですね、20いくつはですね、いろんなデータベースなんかから化合物が推定されました。あと残りですね、48ぐらいはですね、現在もアンノーンになっています。で、そういったものをこれからですね、見つかっていくんじゃないかなというふうに思います。それから、キノコであるとか、あるいはハツカネズミ、これはですね、タフリョウ先生のグループで、脂質、3臓腑のですね、脂質が集まっています。それから、これはですね、フランスのグループがですね、人の尿に、分析したデータで、これはですね、ヨーロッパのメタボライトというですね、データベースに乗っかっています。で、そういったものをですね、乗っけて、それじゃ何なのかということを言われますが、そういうメタボライトとかいうデータベースですね、単にこういったピークデータがありますよというのが集まっているだけで、それをですね、他のデータとマスペットと比較することができないわけですね。だから尿には当然ですね、人が食べた植物から由来のですね、代謝物質であるとか、キノコのですね、代謝物質とか、そういったものを混じってるわけですね。ですからこういったことからですね、こういった他のデータと付け合わすことによって、どういう食べ物を食べたかと、あるいはですね、栄養としてどういうものが良くなっていくかということはですね、これから、まあ、いろんなですね、検索ツールを開発して、そういう機能を付与することによってですね、見つけていきたいというふうに考えています。すみません、カズサ DNA 研の桜井です。私はですね、今の西岡先生の前半のお話で、マスバンクというのを紹介いたしました。で、マスバンクを使うことによって、実験室でメタボライトのデータを得たら、そのメタボライトがどんな化合物由来であったのかというのを、まあ、高度に推定していく、つまりすごく高品質な、メタボロムのデータを生産することができる、そのための基盤ができたと考えております。で、また私の後に金谷先生お話しされますけれども、ナップサックというデータベースを使うことによりまして、得られたメタボロムデータを、まあ、ゲノム情報などと結びつけて高度に解析していく、そのための基盤というのもできています。
で、この2つがあることによって、あの実験室であのメタボロームのデータを取得したら、それをコードにこう解析していくというあの土壌ができたわけですけれども、あのただ、自分が取ったデータだけではなく、他人のデータと比較して、もっとあの大規模に解析してデータマイニングをしていくですとか、あるいはあの自分ではあのメタボロームのデータは取れないんだけれども、それをこう解析したいという方たちがいらっしゃると思います。でそういったニーズに応えるためには、やはりどうしてもあのメタボロームデータというのをデータベースとして公開していくということが必要だと思います。そこであの私もは、あの大量のデータを公開して、でさらにそのデータを加速するための技術開発をするということで、あのこのチームに参加いたしております。で、ここに示しました図は、プログラムがあのこのプロジェクトが始まった当初のことを表しているんですけれども、あの日本は非常にあのデータの公開の先進国でありまして、当時でもあの 9割ぐらいが日本由来の、データでありました。ただですね、よく見ていただきますと、あのこの辺り 2.4 万件も書いてあるんですが、この公開されているデータに比べて、あの私たちカズサ DNA 研で取得しているデータ数の方がはるかに上回っているという現状です。これはですね、あの公開をするために非常に準備がかかるということを意味しています。でそれはなぜかと言いますと、実はメタボロームのデータというのは、あのたくさんのいろんな分析機器種類もそうですけれども、その組み合わせが非常に複雑です。ですから、そういうどうやって実験をしたんだということ自体を記述するのが非常に難しいという側面があります。これがなかなかあの理解されないところではあるんですが、あのですので、そこら辺の記述をどのようにスムーズにしていくのかというのが非常に大きな課題となっています。ということで、まあ、そこら辺をあの克服しながらデータの公開を加速するということを目標にしてまいりました。で、さらに、実際にこうあの公開待ちになっているデータを公開するということもテーマとしています。あの余談ではありますけれども、私あの昨日ですね、九州大学で行われましたあのメタボロームシンポジウムというところでも講演してきて、でそこであの会場でですね、あのメタボロームの研究者の皆様があのデータの公開に対してどのように思っているかということをですね、あの挙手であの聞いてきたんですけれども、そうしましたところ、皆さんですね、やはりデータ公開されているデータがあったら非常に使ってみたい、その公開データに対する期待は非常に高いということが分かりました。ただですね、その手持ちのデータというのを実際にこうあの公開したことあるかというふうに聞いたところ、それはやはりほとんどなくて、会場で1人か2人ぐらいしか手が挙がらなかったんですね。ですので、やはりそういった理由というのは、こういったあの、まあ、実験データの詳細ですとかをハンドリングするところが、まあ、非常に、まあ、大変なんだという現状があるんだと思っています。ですので、あの私の担当の部分というのは、まあ、私の予想以上に結構重要なところではあったんではないかなというふうに思っております。でそれで、実際に行ったことをあの、まあ、サーマライズいたしました。で最初の年はですね、データを公開していって、その後利用することを考えまして、そのデータがあのスムーズに流通していけるように、非常にあの、まあ、皆さんに使いやすい共通のフォーマットというのを定めました。そうですね。でそのフォーマットを使いまして、2年目は、その先ほど一番こうあの問題になっているというあの実験条件情報の、まあ、記述の部分、そのことをメタデータと言いますけれども、そのメタデータをハンドリングするためのデータベースをあの作成いたしました。で、名前をメタボロノートと言っていますけれども、でこの、データベースはメタデータを専門で管理する、つまり、実験データとかは管理しない、そういったあの変わったものです。でこれを行うことによって、メタデータだけをあの他のデータベースから共有するということが可能になりました。で、あのこの仕組みができたので、データの公開というのは非常にあのスムーズにあのなったと思っています。で、最終年度はこのシステムをもう少し拡張しまして、外部のデータベースから使いやすいようにするために、意味的検索の API などを強化して連携を実際に促進いたしました。でそうしましたところ、こちらに概念図を書いていますけれども、あのメタボロノートというシステムが、そのメタデータをハブとしてですね、他のデータベースと非常に連携していくということが、いう状況を、まあ、作ることができました。でこれが実際にそのメタボロノートの画面でありますけれども、この真ん中ですが、どのようなサンプルをどういうふうに分析して、どういうふうにデータを取ったのかという情報が、これは非常に単純に簡単に記述しているんですけれども、ざっと見ただけでもこれだけあります。で、これはですね、セマンティックメディアウィキというシステムを使っておりまして、ここに書かれたものというのは、外部のデータベースから意味的に検索できるというものです。
で、この仕組みを使って、先ほど西岡先生が紹介ありましたバイオマスバンクとの連携をしますと、例えばバイオマスバンクのレコードからはこちらのメタデータは、あの詳細はこちらを見てくださいというような連携ができると、こういう仕組みを作ることができました。で、このメタデータを中心に、バイオマスバンクを介してはナップザックなども連携しますし、他のデータ、ピークのアノテーションですとか生データなどとも、まあ、同じような仕組みで連携を作っていくことができました。で、さらにはですね、ヨーロッパのメタボライズですとか理研のプライム、それから田畑先生 のチームで作ってらっしゃるプラントのゲノムのデータベースともタキソノミーを介して連携するということができました。で、このように、メタデータを介してデータを記述していく、これはですね、実際にはユーザーにとっては自分の研究成果をここでプレゼンスを高めるという効果ももたらしておりまして、データの公開を促進するのに役に立つのではないかと考えております。データの公開に関してこちらにサマライズしました。メタボロノートを使っての公開は28セーブ集764の解析データについて公開し、7つのデータベースと連携を取っております。それから生データのデータレポジトリでは132生物集で3万8000以上の分析を公開いたしました。これによってですね、世界中の、まあ、これは現在の様子ですけれども、やはり日本は世界で一番データを公開しているというものになっております。で、その他ピーク情報のデータベースですとか、先ほど紹介しましたバイオマスバンクとの連携も行っております。はい、これ以外にですね、メタボロームというのはなかなか皆さんに知られていないということもありまして、その普及活動というのも行っております。こういったポータルサイトを使って学会等で積極的に広報活動を行っております。それからデータ公開を加速させるためのツールの開発を行って、ここのサイトから公開しております。また論文発表が、ピークのアノテーションをするのに使える、処理ということで LINE インフォマティクスよりもより一歩を公開いたしました。以上です。それで今までスペクトル その実際の化合物 と実際のサンプルからのデータというものについてご紹介いたしました。それで私が取り組んでいた代謝物と生物種の、それから代謝物と生理活性の関係について文献から聞かせを集めると、こういう作業をしております。それで例えばシニグリンという化合物がありまして、これは、モンシロチョウの幼虫です。幼虫が食べるとこれは、摂食刺激になって美味しくてしょうがなくなるという化合物があります。で、ところが人の場合にはまたいろんな作用があって、こういう代謝物とですね、これがじゃあそれを摂取した生物がどうなるかっていう情報についていろいろ整理を進めました。だからここのところマスバンクがデータが入ってきて、で代謝物の推定を行って、その後どういう活性がありそうかっていうのまで予測できるっていう、こういう流れをですね、このプロジェクトで進めることができました。で、集めてみるとですね、今9000件ほど代謝物と生理活性の関係っていうのを集めたんですが、意外とそのケミカルエコロジー、要するに生物間の関係を表すデータっていうのがたくさん集まりました。で、例えばここにある、グルコシノレートに関係ある物質を、この生物が食べるとどういう作用があるかと、こういうその酸対の関係ですねのをずっとデータベース化するということが可能になりました。で、これを、ケミカルエコロジーの先生にグループに見せたらですね、学会でもこのデータを入れることを手伝ってあげるということを言われまして、急になんかいろんなところでお手伝い願えるようになって非常に助かっているところであります。で、これはうちのここは、スピーシスメタバイトリレーションデータベースで代謝物を検索するところです。で、ここがメタバイトアクティビティ、代謝物の活性を生物種からの活性を検索できるし、代謝物からも検索できます。そうするとマスデータが分かってきます。精密分子量が分かって、ここは代謝物のラインで、もう代謝物が分かると他にどういう生物にあるかっていうのも分かるし、本プロジェクトで進めてきたとどの生物なのかっていうのも分かるし、それからどういう生理活性があって、どういう生物に対して効果があるとか、そういうことまで分かるっていうことが可能になりました。で、アクセスログをいろいろ取るとですね、今まで日本が一番こう使っていたんですが、これ、各都市、その10万件ですか、10万件、いや、各月10万件以上のアクセスがあった国というのが、これ、4カ国ありまして、で、日本がこれ一番多かったんですが、最近なんか中国とアメリカがぐんぐん来てて、日本は今度下がってると不思議な状況になっております。で、こういうデータベース作った時に最後に論文を引かないと、使いにくいっていうことがあるので、今一生懸命論文を書いてデバイスまでなんとか
なったところです。それ次に、成田先生にメタボローム統合データベース全般についてご説明いただきます。理化学研究所の有田です。で、私の担当部位というのはメタボローム統合データベースと書いてありますけども、いかにこうやって作ってきたシステムを恒久的に持たせるかという、うまくこう長生きさせるかというところの取り組みになります。基本的に、まあ、このプロジェクトとかその NBDC 全体がそうなんですけれども、グラントもらってる間はみんな頑張って作りますけれども、お金の切れ目が縁の切れ目というのが今までの流れなわけです。で、例えば NCBI であるとか EBI のように、まあ、バックに大きなファンディングエージェンシーがあって、そこが恒久的に保つよという条件があるんであれば、そのスタッフが変わってもずっと維持されると思うんですけれども、日本はそういった仕組みもないわけです。じゃあこの後マスバンクをどうするのかということを初めから考えてきていまして、でそのマスバンクのまあ理想的なあの続け方というのをまあソリューションとして提案したいと思います。でここに書いてあるネットワークによるデータ共有なんですけども、基本的にどこかの中央のサーバーにデータを集めましょうとか、一つの前のデータベースの元にそこに行けば全部のデータのアクセスできるという形はですね、お金がどうしてもかかってしまう。だからここでちょっと Google を想像してもらいたいんですけれども、 Google というのは全てのウェブサイトをクロールして、で検索エンジンでまあランキングをつけますけれども、全てのウェブページのデータを持っているわけじゃないわけです。ウェブページの中のキーワードだけを抜き出して、それのインデックスを作り、そのインデックスのコピーだけを作って使ってあのランキングを作っている。でそれと同じ仕組みをマススペクトルについては適用できるということに気がつきました。つまりですね、そのマスバンクはちょうど今分散型のデータベースになっているので、そのデータベースはそれぞれのサイトでもう維持してもらうことにして、それぞれのところからそのマススペクトルのエッセンスだけをクローラーが集めてくるわけです。そしてクローラーが集めてきたエッセンスを統合して、で各サイトにまた配り直すわけです。でこういうふうにしますと、その統合するといったエッセンスを作るところで、全て その共通部分というのが抜き出されてくるので、例えば一つのノードがダウンしていたとしても、その全体としては影響が少なく軽減できますし、それからですね、そのデータを配り直すことによってバージョニングをきちんとすることができる。例えば何年何月の時点での統合データという形で配って、でその次の月もまた同じように配るというふうにして、まあ、ログを作っていくことができるわけです。でこの仕組みを作ります。でまずその今説明したのがネットワーキングレイヤーという部分なんですけれども、このプロジェクトで雇っているプログラマーの人を使ってですね、非常にベーシックなあのシステムを作りました。REST プロトコルを使って JSON という、まあ、普通 あのメディアタイプなんですけれども、これのデータだったら何でもクローリングして取ってくるというシステムを作っています。でそうやって集めてきたものを、中身を見て同じ加工物の似たスペクトルだったらマージしてしまう。でそのマージするときにですね、個々のスペクトルの詳細な情報というのはもう捨ててしまうんです。共通部分だけを残しておく。そうやって、残したボリュームがすごく減ったデータだけを今度は各サーバーに配るというシステムを、今もまだ作成中なんですけども作っています。こうするとですね、データの検索というのはそうやってボリュームを減らしてみんなに配っている共通データについて検索をかけてあげて、で詳細について知りたければ各サーバーの方に聞いていってねという形で、全体の情報も維持できるというわけです。つまり今までこう一つ一つのサーバーのところにあったデータにいちいち検索をかけていたのをですね、やめて一旦これらをクローラーで全部吸い上げて、でそのサマリーファイルをこの黄色い部分のようにもう一回配り直すわけです。各サイトのところでもちろん検索はできるんですけども、検索はこのサマリーファイルについてのみを行っていて、でそのサマリーファイルの結果で例えば何かデータがおかしいんじゃないかとか、もっと詳細知りたい、詳しいことを知りたいという場合はそれぞれのサーバーのところにまたあのネットワーク越しに問い合わせてもらうと。でそれから各データのデポジットっていうのは別にどこにデポジットしてもいいわけで、自分のところでサーバーを持っているんだったら自分のところに入れればいいですし、人のところに入れたければ頼んで入れてもらえばいいと。そしてアプリケーションソフトウェアっていうのは、今のデータベースっていうのはだいたいデータとアプリケーションがもう一緒くたになっちゃってるんですけども、それは完全に分離したいわけです。でそのデータを配り直すという時点でデータとアプリケーションの分離が非常に明確な形でできるというわけです。これちょっと時間がないんでこのコンセプトの飛ばしちゃいますけども、その試験的なシステムというのは、まあ、僕はずっとメディアビキを使ってきて、それから桜井先生のところで作ったあのプロトコルの、データベースメタボロノートもメディアビキを使っているということで、メディアビキを使ったサーバーを構築しています。そのメディアビキのサーバーに API が備えてあって、その API、によって、その中のメディアビキの中のデータを JSON の形で吸い上げるというシステムになっているわけです。
つまりですね、まとめますと、まず一つの何かグループがあって、そこが全部のデータを管理するというのではなく、アドミニストレーターがいるわけでもなく、コミュニティで管理をするということです。で、基本的にそれらの分散されたデータのところをクローラーが回って、で、クローラーが集めたデータをコンパイルした結果を一つ一つのサーバーに返していったフレームワークを、作成しています。そうすると完全に分散化していますし、ネットワークには自由に加入できるシステムになるというわけです。で、これが 最終的にその全てのグループのオーバービューになるんですけれども、もともとその代謝物などを計測したサンプルからのデータから、はじめメタボロミクスではピークピックというプロセスがいります。だからどの部分が代謝物を表しているかというピッキングをするわけです。そうすると、基地の代謝物の場合もありますし、未知の代謝物の場合もあるわけです。で、ピックしたデータに対して、アノテーションという作業を行います。で、アノテーションした作業で、大体まあ一つの計測から数百化合物が今のところ同定できるんですが、そのデータがマスマンクに入っているデータであったり、バイオマスマンクに入っているデータになるわけです。で、それからですね、それらのデータを まとめて統合することによって、例えばこちらの機関では名前がついてなかったけれども、別のグループだったら名前がついているとか、化合物のクラスが分かっているという情報が手に入れば、そのデータを統合することによって、新たにアノテーションを施すことができる。で、アノテーションを施して、例えばその植物の間だったら作物の間で比較したりすることによって、今度は作業仮説を立てられるようになるわけです。こういうふうにしますと、今システムバイオロジーと言われているゲノム情報をまあよく用いてやられているプロセスがですね、メタボロミクスについてもやれるようになって、この作業仮説をもとに今度はじゃあ別の検証実験を行おうといったシステムをサポートできる、まあ大きなフレームワークができたんではないかと考えています。ちょっと超過しましたけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。それでは若干時間オーバーしておりますが、